第10回デコボコラジオ。この番組はデジタルキュレーションサイト凹凸がお送りするネットラジオ番組です。はい、ということで春からスタートしたこのラジオも節目の10回目となりまして、やったね、ありがとうございます。そんな記念すべき第10回目のゲストは10月5日にミニアルバム NPMP をリリースされたヤードランズの皆さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。聞いてるか聞いてるか聞いてるから聞いてるやつ聞けないからね。そうですね、皆さんきっと聞いてくれていると思いますので、はい、聞いてるやつしか聞けないんだよ。聞いてるやつしか聞いてないんだよ、多分これは。はい、まずね、そのまま竹縄でね、終わんないからこれもしかしたらまだね、初めてヤードランズの皆さんのことを知りましたっていう方も聞いてくださってるかもしれないので、まず皆さんそれぞれ自己紹介をお願いします。はいはい、はい、ボーカルをしていますコノハです。よろしくお願いします。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 お願いしますって俺らが言う。ベースを担当してます高橋美佐子です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ギターの菅谷です。よろしくお願いします。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 ドラムの郷田です。わー、はい、はい、ありがとうございます。大丈夫ですか、清水さん大丈夫ですか。あ、私は多分きっと皆さんあ、大丈夫ですか。ちょっと聞いてきたね、一応。なるほど、確かに、うん、俺回し始めちゃった。ありがとうございます。やめとけ、黙って聞いとけ、本当に。ぜひ、ではですね、そんなね、4人の皆さんで構成されているヤードランズさんなんですけれども、はい、簡単に私の方から、バンドのプロフィールをご紹介させていただきます。はい、はい、じゃあですね、ヤードランズさんなんですけれども、2018年結成、今年の3月より、現在の4人体制となりまして、うん、ルーツであるポストロック、エレクトロニカ、エモなどのジャンルにクラブミュージック、ポストダブステップといったビート感を掛け合わせたサウンドと、アンニュイかつ透明感のある声が特徴の男女混合バンドということでですね。おはい恥ずかしい。これ結構 いろんなところで言われたりするんだけどさ、はい、ダブステップ入れてる。まあ入ってんじゃない。俺は入ってるかな。理想かっこ理想って書いた方がいいよね。理想そんなそんな。いやいや、ポストダブステップよ。ダブステップじゃない。ダブステップ、ポストダブステップ、ダブステップはしてないけど。はいはい。なんだそれ。ということはい。そういった多要素がね掛け合わさった、はい、皆さんなんですけれども、まずは10月5日のミニアルバムリリース、そしてですね、9月7ディープ21にガムと先行配信なども、はい、ね、配信でしていただきましたけれども、おかげさまで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうその出していただいたさまざまな楽曲がですね、 Apple、Spotify をはじめとした数々のプレイリストに長くこうリストインし続けているということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、まあ本当にありがたい話で ね、本当にこれはありがたい、聞いてもらえるからマジで、星マークつくの楽しいからね、あのね、そうだね、確かに嬉しいですね。嬉しいですね。ありがたいですね。じゃあそんな、はい、星が星がついてる、 いてるあの曲からおなじみのおなじみのあの曲から、はい、いきます、いきますか、俺振っていいですか、じゃあ、はい、じゃあヤードランズでガム聴いてください。はい、ということでガムでしたつってね、ありがとうございます。はい、はい、ではまずね早速ガムを皆さん聴いていただきましたけれども、はい、そんな、今回の NPMP 制作秘話などなどあ、はい、制作秘話などですね、すいません、を早速伺っていけたらと思います。はい、はいはい、でまずタイトルになってる NPMP なんですけれども、はい、これってどういう意味が込められていらっしゃるんですか。これは、はい、
もうあの端的に言うと、はい、もう内緒ですね。内緒。いやまあその意味がちょっとなくはないんですけど、まあちょっとちょっとこっぱずかしい、ちょっと可愛い意味なんで。可愛い。可愛い意味なんで。気持ち悪い。ちょっと俺が言うとキモいな、確かに。いやでもまあなんだろうな。顔キュセルは。はいはいはい。あのまあその。楽しい意味ではあるんですけど、ちょっとこれはあのあの多分気づくのも無理だと思うんですけど、頑張って、頑張って気づいてください。みんなのね、それぞれの NPNP を見つけていただければって思ってます。そうですね。はい、ちなみに名付けられたのは菅谷さん。はい、私です。じゃあ皆さんあれですね、菅谷さんのどんな気持ちを込めて、うん、つけたのかに思いを馳せて始めばいいかな。俺らもよく知らないんですけど、可愛い意味、可愛い意味、可愛い、すごい可愛いなと思いながら、すごいの中の可愛いがね、あ、そうじゃね、可愛いが作れるんだけどね。ちょっと気になる話がね出てきてしまいましたが、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そんなタイトルの意味は秘密なNPMP なんですけれども、ミニアルバム通してのコンセプトとかって何かあったりされますか？コンセプト、うん、まあでもなんか結構その曲単位でいくと、もう3年ぐらい前からある曲とかから、もう本当そのレコーディング段階でもう直前に上がった曲とかもあるんで、っていう意味ではまあある種総決算的な意味合いも連まってるのかなっていうところはあるよね。まあヤードランズ2020から2022ぐらいまで、そうだね、スーパーベストみたいな、なんかアーリータイムズ、ね、ヤードランズみたいな、まあ普通にもともと配信した曲とか回ったりとかもしてるので、はいはい、っていう感じでね、まあその変わりゆく様も楽しみいただけたらなみたいなところもあるし、いろんなタイプの曲、いろんなタイプのね、一枚聴くとね、あの3アーティスト分聴た気持ちになれるっていうぐらい違うぐらい、あの聞き応えがあるって俺が買った、そういうコンセプトで、そうです、はい、一枚の中に3アーティスト分、そうそうですね、はい、確かに振り幅がすごいありますよね。そうですね、あの曲によって印象が全然ガラッと変わって、うん、どの7曲分全部どれを取っても面白い、なんかどれか刺さるかなっていう感じですね。そうですね、うん、その、あれですかね、その時期的なもので言うと最初の3曲が、はい、直近の新体制になってからできた、まあ、曲自体は前ちょっとあのメンバーが抜ける前からあったりとかっていう曲もあるんですけど、まあ、レコーディング自体はそのもう完全に4人でなってからって普通に撮ってくる感じですね。なるほどなるほど。そんな7曲の中で皆さんのお気に入りの楽曲と推しポイントとか、これ俺は普通にマジで聞きたいわ。あ、みんなの貴様ら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 のこうなんかその、うん、作りし者として、あお前ら何を思って何を思ってるのか。菅谷さんがメインソングライターですもんね。まあその原曲を作ってるのは僕ですね、うん、結構もう最近はこうみんな特に郷田くんがすごい力を貸してくれてることが多いんで、うん、まあ共作に近い部分も多いと思うんですけど、うん、なんかその元々のこう楽曲とか歌とかは僕が持ってくることが多いかなっていう感じですね。どうですか？確かにちょっとなんか喋るよ。あ、うん、あ、はい。あ、でも私はその今あの流していただいたガムが結構、うんうん、あのお気に入りというか、でも、うん、なんだろう、なんかコーラスワークがすごいここは聞きどころで、うんうん、はい、結構なんか最後半すごいあのコーラスをいっぱい重ねてるたりとか、あと曲展開もね、うんうん、なんか結構面白いというか、うんうんうん、でまあすごい個人的な、うん、あの話になっちゃうんですけど、ベースも結構なんか割と音をゴリゴリに結構低音聞かせてガツガツ弾いたので、悪いね、うん、そう悪い音をできるだけ出そうと思って、そういろいろ試行錯誤してそう頑張りましたね、うん、コーラスが結構でもね大変だったんですけど、うん、すごい面白いので、まあ、そこも含めて聞いてもらえたら嬉しいですね、うん、はい、
はい、みたいな感じです、はい、いい仕事してる俺、まあ、コーラス頑張ったの俺だからな、確かに修正ね、もう鬼もう鬼修正、もうめちゃめちゃ現代版ボメンラプソディみたいな感じだったから、ありがとう、なんかそう声の力でなんかその音像を広げるみたいなところがすごい結構面白い、かっこいいこと言っちゃって、はい、音像を、はい、すごい感じますとしては、はいですね、はい、この橋はボスボス私か、うん、ボスボスマイクマイクの方ね、私はもうやっぱり自分で歌詞書いたライズリープのこと考えてる時間がやっぱ長かったので、でもまあちょっと前の曲ではあるんですけどライズかなと思います、うんうんライズは俺も好きですよね、ありがとうございます、ライズなの、ライズね、ライズ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 バンドみたいなライズ、まあ、ライズはライズライズあのねゴリゴリのお兄さんたちのライズはいいね、ライズは、まあ、結構コロナ禍で本当思うように動けない時に書いたんですけど、なんだろうな、そのこう、 うまく動けないような状態を、うん、まあ、歌詞書けないよ、うまく動けないよ、ウェーンって言ってるところも書いたような感じなので、うん、あとはその言葉遊びっていうか、うん、まあ、日本語で書いてるんですけど、はい、ちょっと何言ってるか多分普通に聞いたら分かんないんですけどまあそういうのを、まあ、聞き触りがいいように作ったつもりです、なので歌詞見ながら聞いてもらえると面白いかなと思います、うそうですよね、うん、あのコノハさんのボーカリゼーションの感じ的に日本語の歌詞もなんとなく英語っぽく聞こえるのがすごい私は印象的だなと思ってて、ちょっといい特徴だなと思ってて、ボーカリゼーション、うん、ボーカリゼーション、 ありがとうございます、ネットで調べました私、はい、やめろお前ボーカリゼーションがね、聞き慣れてない人も言い慣れてないボーカリゼーションはね、お互いにねもそういうの気にしちゃいました、探り多分人生で3回ぐらいしかやったことない、でも実際そうだよね、確かにね、いやでもね、そこは意識してるんだろうなって思うし、俺もすごい好きな歌詞かな、ね、確かに実際歌詞をこう、あの配信の方でね、歌詞も見たりできるので、うん、あの、うん、まあ、もちろん製品にはいっぱい書いてあるので、そっちも見てほしいんですけど、うん、そうですね、あの多分聞こえてるより、あ、意外っていう言葉の選び方とかされてるなっていうのがあるはずだと私は思うので、うん、そこを見てもらえると嬉しいです、はい、じゃあライズ流しておきます、じゃあここで、そうですね、一回聞いていただきましょうか、そんだけ言ったならそんだけ言ったなら、はい、じゃあちょっと曲振り振ってくれ、それでは聞いてくださいライズはいライズですお前なんだってライズでした、これがライズです、これがライズ、これがライズです、ライズです、ライズです、言われちゃうから次からね、これってちなみにあれですか、そのこう朝に向かっていくみたいなイメージが私的にはしたんですけど、そうですね、まあその日が昇ってるところに、うん、まあ、思いっきり出ていく感じじゃなくて、うんうんうん、ちょっと窓から頭出してるぐらいの、まあ、無理に頑張って明るくこう日に当たろうじゃなくて、うんうん、ちょっと出ようみたいなちょっとずつ出てこうぜみたいな気持ち、うんうんうん、そういういいな、なんかそんなポジティブな歌詞書けないから羨ましいよ本当に、え、そうだ、あ、そうだね、もう言わんとけよ、ポジティブすぎないっていうの、まあ、いや、まあそうだけど、いやでもね、いい歌詞よ、嬉しい、いいと思うよ、ありがとうございます、郷田くんは、はい、郷田くんの、あ、俺のお気には、お気に、でもなんか多分ね、一番こう曲上がってきて聴いたのは、はい、リープかもしんない、あめっちゃ聞いた、ね、自分でめっちゃ聞いた、うんうんうん、し、なんか多分どうすんのみたいな感じの時期を、いやマジでそう本当にそう、マジでどうすんだろうみたいな時期が長かったから、確かに、あ、バンドの中でこいつはもうダメだみたいな結構展開もね、かなり、そう、なんか、まあ、もともとマジで須貝が持ってきた時には全然雰囲気違った、めっちゃバンド曲だったのを、そうなんですか、めっちゃバンドだった、あらしちゃったんで、うん、なんかしちゃったね、バンドっぽいの、いいかなみたいなのもちょっとあって持ってきたら、はい、なんかもうなんか全然もう
何これみたいな感じにされて、うん、何これみたいな、いい意味でね、楽しくソロ弾いてるだけやんみたいな、マジ全然変わったよね。でもね、全然変わった、マジで本当に結構がっつりバンドで、多分こんなに変えたことないぐらい俺変えたもん。あ、そんなにですか。編曲コーダーの多分力が一番でかいかな。うん、だからまあ聞いたし、うん、なんかまあ向き合った時間も長いし、物理的に、物理的に、夜な夜なね、ずっとパソコンとね、にらめっこしてるからね。確かに。大体寝てるんだよね、そうですね。本当に、本当にちょっといろいろお手を煩わしすぎた。でもなんか、こう、プリプロ上がってきた時は結構なんかね、菅谷くんもなんか一番、なんか仕上がったな、みたいな。いや、だから本当に、だからもう、なんかリープ、っていう、まあ、曲名もついたのも最近だったけど、本当、うん、もうこいつどうする、もうこいつのこと考えたくないみたいな、うん、もうこいつのこと考えたくないみたいな、うん、私も頭抱えたもんね、うん、もう当日まで抱えたもんね、レコーディングまで数分前、ね、レコーディング当日に歌詞変えたりとかしたもんね。結構苦労しました。美佐子がコーラス取ってる時に俺とコノハちゃん上で歌詞変えてたからね。そうそうそう、相談してギリギリまでその完成がね、変えましたね。だからなんかなんだろう、あんまり聞けないです私は逆に。あ、その思い出が蘇っちゃって、完全燃焼的なところあると、でもなんか聞いてくれた周りの人間にはそれもこう悩んでる感じが出てていいって言ってもらえたんで、まあ、うんうんうん、結果オーライ良かったのかなと思いますけど、すごいです、まあ、悩んでるところ、悩み悩んでる部分を歌詞にしてるんで、うんうんうん、まあ結果悩んだままでいいのかなと思います。逆にね、はい、そういう状況で撮れるってなかなかないじゃん。まあそうだね、うんうん、悩んだまま撮っちゃうみたいなね。そうだね、ライズは 逆だったからね、完全できたって言って、うんうん、上がったんで、うんうんうん、確かに対照的な2曲なんですね、うん、確かに、うんうんうん、そうなんだ。そうそう、最初のデモも気になりますね、なんかそれで全然違うよ、ね、うん、ね、俺ね、マジあのバージョン好きなんだけど、本当あのバージョンで撮り直したいけどね、うん、嘘でしょ。いやいや、なんか逆になんかあのサカナクションの他のバンドの名前とか出していいのかわかんないけど、そう、あの、うん、クラムボンのさ、あのクラムボンなんとかなんとか2010とかさ、なんかあの昔 のバージョン世界、ね、そうそういうのとかで、なんか出しても面白いんじゃないかなって普通に思う、うん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 、けどマジでバンドもの、うん、ね、普通に3拍子叩いてたもんね、確かに。あー、そうだね、うん、よく覚えてもいないけど、いいよ、あれいいよ、あれ、でもできたのが一番いいんですけどね、もちろん、うんうん、流します、うん、流す。そんな話したらね、流しとこう、はいはい、じゃあ郷田くん、はい、聞いてください、リープ。ということでリープでした。明るい顔見えないから、見えてない、伝わるぐらいの感じ、伝わるぐらい、伝わるぐらい、伝わるぐらい、うざかったね、店長がね、凝りました、うん、個人的には、ね、そうだね、そうだね、うん、菅谷さん、俺、うん、俺のお気に入りは、うん、もう本当にそう、さっきこう裏で話してる時も言ってたんですけど、もうイグノアドがもうお気に入りです、うんうん、その心は、その心はポイント、ポイント、うん、ポイントはだ、本当さっき紹介に預かった時も言われたんですけど、うんうん、こうルーツとしては、うん、やっぱこうエモとか、うんうん、ポストロックが、まあ、僕はもともと前やしたバンドとかからすごい好きで、うん、まあなんだろう、あんまざっくり言うとこうちょっとその界隈の人たちから怒られそうな言い方になっちゃうかもしれないんですけど、ポストロックとかエモってやっぱ手数だと思うんですよ、うん、すごいこうドラムいっぱい叩くとか、うん、ギターいっぱい弾くみたいな中で、多分そういう音楽をやってきた時に結構自分のこうクリエイティビティなところで結構転換になった部分があって、うん、やっぱこう引き算みたいなのをすごいちゃんと向き合った曲作る時に考えたのはイグノアド、うん、だってもうゴーダニングそのとキックだけ叩いとけ踏んどけって言ってやったのとかは初めてじゃない、多分どうでもわかんない、覚えてないけど。そう、まあでもやっぱこうキック叩く踏むだけでいいとか、もうで最初、まあ最終的にギターも入れたんですけど、もはや最初の段階とか俺もギター弾いてない時期とかもあって、もう
どんどん減らしていくみたいな、なんかこう今の作り方みたいなのをこう最初にした、まあ、その転換期の曲なのかなっていうところでお気に入りですね、すごい、ってところかな。結構思い入れも深いですよね、その、ね、ちょうど意識的に変えていったっていうのもあると思いますし、本当手数多いところから減らす方向って結構なんだろう、勇気いるというか、これでいいのかなみたいなところから始まるからね最初。最近やってないですけどね、ライブでね、やりたいよね、だからね、そうだね、最近の瀬戸りにも入ってないけど、やりたいですね、っていうところはあります。ありがとうございます。はい、はい、歌詞のこだわりってどんな感じですか？さっきそのコノハさんの教えていただきましたけど、ざっくり入ってる曲で、まあすごい簡単な分け方をすると、こう日本語中心で作ってる歌詞はコノハちゃんが書いてて、英語中心で書いてる歌詞は僕が考えてるんですけど、でまあで結果的にそうなっただけなんですけど、まあなんかあんまりこうなんだろう、そのなんて言えばいいかな、こう意味なんかその深い意味があるみたいなところまで逆に考えてなくて、だからどっちかっていうとやっぱこう語感とか、なんかその聞いてて楽しいリズム感とか、なんかこうふわりとかっていうところ、やっぱこうなんだろう、まあある種こう歌詞もこう楽器的なところで考えてるんで、なんかこうどういう意味なんだろうっていう、まあ、もちろんなくはないですけど、ってよりはこうおなんかこうすごい気持ちいいな聞いててみたいな感じで楽しんでくれたら嬉しいかなって、英語の歌詞の曲は僕は思って書いてます。はい、英語にしようと思ったのっていうのは、もう音で優先してったらたまたまなっていった、まあそうっすね、なんかやっぱこう日本語ってすごいなんだろう、まあ、こう多分俺の感覚なんですけど、なんかやっぱ四角いんですよね、なんかこう言葉ので、なんか英語ってこうすごい丸いというか、なんかこうなんだろうな、一番こういう風に歌いたいっていうリズムになんか当てはめやすいみたいなところがあって英語にしてるのもあるし、まあ、あとそのさっきの意味の話もそうですけど、やっぱどうしても日本語で書くとこうなんか意味性みたいなところをなんか大事にしたくなっちゃう、昔は日本語で書いてたんで歌詞とか、そうだ、なんかそうするとこう英語で書いた方がなんかこう音楽的かなみたいなところで、結構意識的にというか、もう英語の方がスムーズにいくなっていうので英語を採用してる場合が多いですね。すごい、やっぱ日本語とかね、七五調みたいになっちゃったりとかね、なんかそういう点でやっぱなんかフィットしにくいっていうかね、音楽にそういう点はやっぱね、そうですね、あるっちゃあるからね、まあ、そういう歌詞もいいんだけどね、すごい、もちろんね、なんかなんかそういうなんか逆に本当にコーナーちゃんがそういうところでこうバランス取ってくれて、まあなんかそういう面でもこう多様性があるアルバムになったのかなっていうところで思えている感じですね、出来上がって、はい、確かにありがとうございます。はい、ありがとうございますいつも一等インタビューみたいになってきちゃった。ね、確かに、ね、ありがとうございます、ね、確かにそうなっちゃいますよね、そっか、なんか個人的に、はい、なんだ、歌詞とか書くときにその英語できないんだよ私が、はい、なんでその英語で詞を書ける人すごいなって思ってて、どうやって書いてるんだろうと思っていやでも本当もうあれですよ、実際俺も英語喋れないんで。そうなんですか。辞書とか読みまくってますよ本当に。あ、辞書そっかそっか、あのあとなんか、そのなんだろう、映画とかゲームとか、なんかその自分が好きなもののこうなんか名台詞じゃないですけど、なんかセリフとかを結構そのままって言ったらやばいですけど、なんかそういう表そのあのそういうなんだろうな、それ名言とかじゃなくて、なんだろう、ちょっとしたこう言い回しとかあるじゃん、映画のなんか普通に教科書には出てこないけど、もっとこうネイティブっぽいとこういう言い回しをするみたいな、まあ、その文法的なところじゃなくて口語的なね、そうそうそう、そういうのとかを、あ、これすごいいいなとかっていうのを
なんか引っ張ってきたりとか、うんうん、歌詞上がってくるとそれでも思いますね、うんうんうん、あゲームがめちゃめちゃ好きだから、はい、あそういうところの影響が出てるんだろうなとか、うん、もうメンバーさんの間ではそれがもう分かっちゃう、そうですね、そうなんだ、うん、えちなみに今回で言うとここみたいなとかってありますか？一番自分で記憶に残ってるのはあのそのミルキーのサビの歌詞で、マイソーツイグザクトリーっていう歌詞があるんですけど、うんうん、あれはなんかそのファイナルファンタジー10っていう、はいはい、あのちょっといろいろ今最近話題になったゲームが昔のゲームなんですけど、うん、あって、はい、なんかそのまあ後半こうすごい巨大な敵と戦うときに、うん、なんかどうするみたいな話をしたときに、うん、いや俺は戦うぜって言った仲間に対してもう一人がこうなんか日本語だと同じこと考えてたっていう風に言うセリフが、うん、その英語版だとマイソーツイグザクトリーって言ってるのが、うん、なんかあなるほどみたいな、うん、すごいこう、うん、口語っぽくてなんかしかもちょっと洒落た表現だなと思って、うん、なんかいいなと思ってそのまま引用、うん、それはそのまま引用しました。別に名言でも多分ねあのよく言われる多分言いましたと思うんでいいなと思って採用したりしました。そっか、そういうところから探していくっていうのも言って、ね、いや、うん、そうですね、やっぱすごいなんか影響を受けたものすごい影響されちゃうんで、うん、音楽に限らず確かにそう、これいいなとかすごい、なんかあんまりこう、うん、なんつったから海賊王に俺はなるみたいなのとかを持ってくるとさすがにやばいけど、うん、普通にちょっとシャレ、ね、映画とかの、うん、ゲームとかの、はい、シャレた言い回しとかは、うんうん、なんか結構なんかメモとかもしますとか、うん、結構ちょっと注目して聞いてみますまあなんかねその影響をねそれぞれの聞いてみるとね、うん、確かに、ね、確かに確かに曲の編曲とかの部分とかでもね、うん、なんかこう、うん、こういうのが好きなのかなって思ったりとか、確かに、うんうん、そうかもしれないですね、うん、確かに、ありがとうございます、はいはい、今じゃ歌詞のことを伺ったんですけど、はい、の曲作りその音の方も割とそういう影響が反映されてる感じですか？いやもう俺なんかもろそうじゃない？もう菅谷もそうだし、うん、俺もそうだから、うん、多分そうなんだなんかがっつりパクってやろうとかはないですけど、はいはい、あのすごいなんですかやっぱこう飽き性なんですよ、うん、だからなんかこうなんだろうでどんどんこう本当音楽って新しいのが出てきて、うん、でなんかこう今一番かっこいいやつが来たみたいになると、うん、あ俺もこれやりてーみたいな、うん、ところからこうなんだろうそれをじゃあそのままやったらあれだけど、うん、なんかこうこういう音とかはなんか自分が解釈したらどうなるかなとかっていうところでやっぱこういろいろ聞いてそこからこう育むみたいのはあるかもしれないですね。そうですね、そうですね。じゃあぜひねリスナーの皆さんもそういったところにちょっと思いを馳せながら聞いてみるとまた新しい発見なんかもあるかもっていうねところで、そうですね、はい、ぜひいろいろそうです、聞いてみてほしいなと思います、はいはい、ではですね、ミルキーの MV についてですね、はい、教えていただきたいんですけれども、はい、告知のムービーで実話っていうのをちらっと見たような気がするんですけど、実話ってほどではない、まあでもね、あの出来事があったわけではないわけではないですけどありそうなことではあります。あそうなんです、ね、実際あります実際あります。私はあります。そうなんですね、はい、あの、うん、ね、コノハさんがこう泣きそうな顔しながら街をかけていくのがすごい、はい、昨日ありました、うん、私は、ちなみに昨日割と直近でも、うん、ありました。ついてなきゃいけない現場があったんですけど、うんうん、はい、その10分前に起きました。あ、つかなきゃいけない時間の10分前に同じにバッてなってハッてなってわーって言って走っていきました、うん、間に合いました。間に合ってないです。同じように同じようにあやってました。すいませんすいませんそうか、割と普段のなんかあのパーティーの様子とかも含めて普段の皆さんが垣間見れる。そうですね、みんなのそれぞれ好きなことが詰まってるので、うんうん、注目して一人一人何してんのかなって見てもらうと面白いかと思います。結構個性が出てるので。そうですね、ありがとうございます。
はい、なんか撮影の時の印象的だったエピソードとかあったりされます？印象的だったエピソード、飯が美味しかった。美味しかった。メプルの中でドラムの郷田が、うん、あのお肉をニコニコしながら持ってきてくれるんですけど、あれは実際作ってくれたやつで、うん、全部ゴーダの手作り、手作り、ね、普通にって言ったらあれだけど、美味しくてびっくりしたよね、うんうん、夢中で食べてた、めっちゃ美味しそうでしたよね、無言でそう食べてて。めちゃめちゃちゃんと作ってますね、あれ。ねえ、そうだよね、仕込んでくれてさ、鴨肉入ってるんですよ、ね、鴨肉入ってるんですか。鴨肉出てくると思う。鴨肉をアロゼっていう、こうフレンチのこうやつで油かけながら技法でこう入れるんですけど、あんなことやるやついないでしょ、 MV で。確かに、まあ、いない。MV でアロゼしてるやつ多分いないと思うんだよ。初めて聞きました、それは。フライパンから菅谷はゲームしてて、ゲームしてて、コーヒー入れてるでしょ、ね、それぞれの、ね、個性が、今までのさ、うん、MV と違ってみんなのキャラが出てるかなと思います。私はチョークですけど、ぜひ。ではね、はい、あのこれあの記事もね出るんですけど、そちらにあの MV のリンクもね貼っておきますので、はい、ぜひそちらね、はい、皆さん見ていただければと思います。はい、はい、それでは最後に、もっと本当はいろいろ聞きたいことはあるんですけど、ちょっとお時間がねぼちぼちというところで、最後に、うん、まず告知など何かあれば教えてください。年末多分ライブします。12月にライブが何本かあるんですけど、ツイッターとかでね、うん、これが放送されてる時にそれが出てるのかがわからないんで、そうですね、出てないですね、はい、うん、出てないか、うん、どうなん、まあ、なんか出てそうな気もするけどやります。2本ぐらいあるかもしれないです。ツイッターとかになる感じですかね、うんうんうん、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあその12月のライブなどなどですね、情報はツイッターや、はいはい、インスタとか各種 SNS をチェックしていただきまして、はい、では最後に皆さんリスナーさんに向けて何かコメントがあればお願いします。いや、もうすごいかっこいいって聞いてください。そしてすげえ、もっとめちゃくちゃ音のでかいライブをしてるんで、ぜひ見に来てください。はい、はい、ありがとうございます。ございました。はい、では今回のゲストはヤードランズの皆さんでした。ぜひいっぱいみんな聞いてね。ありがとうございます。